働きやすい会社から働きやすい社会へ、社会保険労務士の大月と、そして今回アシスタントを務めますモデルの梶真也です。まあ、いつもとちょっと趣向を変えて、何やら視聴者から、質問いただいてるんで、それをやっていこうと思ってます。はい、20代の男性からの質問です。4月に転職を考えていますが、新しい会社がブラック企業だったら嫌だなと思っています。入社前にブラック企業を見分けることはできますか、ということですが、大月さんいかがでしょうか。結論から言うとね、無理。こう言っちゃうと終わっちゃうんで、はい、もう少し話をしていこうと思うんだけど、はい、まずブラック企業ってどういう企業だと思います？私のイメージだと、こうたくさん働いてもお金がもらえなかったり残業が多いみたいなイメージですかね。ブラック企業って実を言うと、これって別に正式な定義はない。ないんですか？ない。あ、ただ明らかにブラックって言っても差し支えないなと思うのは、法律を違反している会社。もう法律違反になっちゃうもんね、うん、それは確かに、うん、残業代を払いませんとか、はい、うんうん、休みを与えませんとか、はい、有給休暇なんて取らせませんとか、まあ、就職しようって時に、うん、まあ、求人票見るじゃん。そうですね、うん、普通は求人票にうちは給料払いませんとか、死ぬほど働かせますとか、はい、わざわざ書かないから。そうですね。という意味で言うと、うん、そういうブラック企業っていうのは、まあ、正直言って見分けるのは難しい。難しいですね、うん、口コミサイトとかあるんですよ。ああ、あります。就職活動している人が、うんうん、まあ、いろんなところを見に行くときに、自分が辞めた会社について口コミを書かない、書くと他のデータが見れるみたいな、そんな仕組みがあったりして。ああ、ありますね、うん、でそこを見ると、まあ書いてあるのは書いてある、なかなか、ね、実際には有給なんか取れませんとか、あっていうのは、うん、書いてあるんだけど、はい、まあ、なんでね、こんな歯切れが悪いかっていうと、そうですね、なんかそれが 100% 正しいかどうかっていうのがちょっと怪しい。そうか、じゃあそのサイトとか口コミしてる人の信用度っていうのはちょっと測れないところがあるってことですかね、うんうん、みんな匿名だからね。そうですね、匿名性があると、まあでも全部が嘘とも覚えないんで、まあある程度そういうのも理解した中で参考程度に、うん、そうそうそう、ちょっとね、ブラック企業っていうもののなんか捉え方が若干違う時があって、その定義っていうことですか？そう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 、はい、まあ、今時の若い子は例えば飲み会が嫌いとか。あー、なるほど、うん、ノミニケーションみたいなことですかね。そう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 、はい、わざわざ会社の人と飲みに行くのは嫌いで、うんうん、そういうのに参加を強制されるのはブラック企業ですっていう言い方をする人もいるんだけど、ただ中にはそういう飲み会がね大好きな人がいるかもしれない。そうですね、私はどちらかというと飲みに行くのが好きです、うんうんうん、それとは別に苦痛じゃないの、はい、だからその人にするとブラック企業ではないですっていう。そうですね、最近ちょいちょいあるのが運動会。運動会なんてあるんですか？うん、でもともと体育会系の人はそういうのはやっぱ好きだから。なるほど、うん、そうですね、燃えちゃいますよね。そうそう、活躍の場があるんだけど、うん、まあ俺なんかもそうなんだけど、どっちかというとあんま得意じゃないすごく行きたくない、はい、っていうと、そういうのがあるのはもうブラック企業だ。なるほどですね、うん、なんて言い方をしちゃうんだけど、うん、まあ言ってみればそれは、世間一般のブラックじゃなくて、あなたにとってはブラック企業っていう。そうですね、だいたいそういう会社っていうのは、例えば飲み会が好きな会社は、はい、そういうのが好きな人が集まってるんで。ああ、なるほど、うん、あとは運動会とかも、うん、みんな喜ぶだろうと思ってやってるんだよこれ。もう良かれと思ってやってるってことですね。そう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 、うんうんうん、そういう会社っていうのはちょっとホームページを覗くと、はい、そういうのが、ね、ちゃんと書いてあるんだよ。福利厚生みたいな感じでね、うん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 、あと今時だとインスタとかの、ね、企業でも持ってたりするんで。ああ、よくありますよね、うん、ほらうちってこんな楽しい会社だからみんな来てよみたいな感じでやってるんで、はいはい、ということはそういうのを見ていけば、少なからずどういう雰囲気の会社なのか、まあ、そういうのが好きかどうかっていうのは見ていけば分かる。
他に企業を決めるときにここだけは見ておいた方がいいってことはありますか？あの求人票に見ればちゃんと書いてあることもあるの。人によっては例えばボーナスってあるんですよ。ボーナス、はい、そうボーナスは必ず出さなきゃいけないものって思ってる人がいて、あ、思ってます。ボーナス自体はさっき言ったの法令出さないことは法律違反でも何でもなくて、そう会社で決めることができる。例えば月給はちょっと低めだけど、まあ、長く働いてもらいたいんで継続してる、はい、だから定期的にボーナスを出すっていうふうに決めてる会社もあるし、はい、もう頭から普通の月給に乗っけてる会社もあるし、あ、じゃあちょっとお給料が高い会社もあるってことですね、うん、ボーナスの日でも、うん、まあ、あとは完全に年に1回その業績で払うっていうケースもあるし、へー、そうなんですね。でそれ自体は別にね、出す出さないっていうのは会社が決めることなんで、うんうん、別に悪いことじゃないんですよ。なるほど。ただ単に勝手にもらえると思ってもらえないと、いやうちブラックだわなんて言い方をするんで。じゃあそれはその会社を受ける前に分かることってことですね。そうそうそう。で何見れば分かるかっていうと、はい、求人票にちゃんと書いてあるか。書いてあるんですね。あるあるある、あと退職金なんかも同じでね、はい、そういうのは出るところはちゃんと書いてあるんだけど。え、退職金って出さなくてもいいんですか？出さなくてもいい。知らなかった。絶対出ると思ってました、うん、だからそれももともとない会社もあるし。じゃあ今回の結論、入社前にブラック企業を見分けることはできますか？とりあえず勤めなさいって。あ、それだとわからない。わかんないから。勤めてみないとわからないということ。わかんないから。もちろんさっきの飲み会であったりとか、その賞与とかそういうのは事前にわかるんだけど。じゃあ勤めてみてブラックだと思ったら、その会社ってすぐ辞めれたりはするんですか？うん、辞められる辞められる。辞めれるんですか、うん、なんかよく、いやなかなか会社辞めれなくてさ、うん、っていう話を聞くことがあるんですけど、うん、厳密に言うと、はい、2週間。あ、2週間は事前に告知をしなきゃいけないんだけど、うん、2週間を告知が2週間経ったら、まあ、辞めますって言ってたの、2週間経ったらもう辞めていいよっていう決まりがあるんで。あ、もうそれは決まってるんですね。もうこれは民法上で決まってるんで、だからどっちかっていうと、よく辞められないですって言ってる子は、まああれだ、言い出せないとかね。ああ、じゃあ制度の問題ではなくて、うんうん、自分の問題。そう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 。そうなんですね。辞めるのは気にしなければいいんだよ。もう制度、自分には何の日もないから、そうそう、気にせず辞めればいいってことですね。そうそうそう。もう大体ね、セブンだったとかだったらまだわかるけど、はい、入ってブラックだったんだから、はい、それはまあどっちかっていうと、もうあなたが被害者なんだからもう辞めていいんじゃないって。ということで、結論としてはとりあえず働いてみてくださいということでした。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。